ロックアウト、小笠原栄作が大金星。2022年ムエタイ MVP のロンナチャイに判定勝ち。2023年3月5日、日曜日東京、国立代々木競技場第2体育館にて、ノックアウト2023スーパーバウトブレイズが行われた。下向き黒三角第11試合ノックアウトレッドフェザー級3分3R 延長 1R。0小笠原栄作、クロスポイント吉祥寺、ノックアウトレッドフェザー級王者。判定3、0、29から28、30から28、30から27。かけるロンナチャイト、ラミントラー、対2022年ムエタイ MVP、ルンピニースタジアム3階級制覇。小笠原はジュニアキックで活躍後、2011年7月にプロデビュー。2013年5月にプロ9戦目でレベルスマエイサイフライ級王座を獲得。2015年7月にはレベルス 52.5kg 級王座も手にした。2017年9月、ビスカ系ワンルール世界バンタム級王座を獲得。2021年3月にはトーナメントを制してノックアウトレッドスーパーバンタム級王者となり、2022年9月にタケルに TKO 勝ちして第2代ノックアウトレッドフェザー級王座につき2階級制覇を達成。サウスポーから放たれる左ストレート、左ミドルキックが得意。戦績は40勝、20 KO、7敗1分け。2022年12月にはラジャダムナンスタジアム認定フェザー級9位チャーパヤックとの対戦に臨んだが、2度のダウンを奪うも肘でカットされての逆転 TKO 負けを喫したばかり。2試合続けてムエタイ強豪との対戦となった。ロンナチャイは2014年にミニフライ級、2016年にフライ級、2017年にバンタム級とルンピニースタジアムの3階級制覇を達成。プラジャンチャイには2戦して2敗しているが、クマンドーイとサオエークには勝利。コンペットには3勝1敗1分けで勝ち越している。昨年は5勝1敗の戦績で、今年1月にタイのスポーツ賞が認定する2022年 MVP に選ばれたばかりの25歳のサウスポー。1R、サウスポー同士、序盤から強烈な左ローを放っていく小笠原にロンナチャイはバランスを崩す。小笠原はよく動きながら左ローを狙い撃ち、ロンナチャイが左ミドルを蹴ってくるとキャッチして左ローを蹴る。明らかにこの左ローを嫌がるロンナチャイ、小笠原は蹴り足をキャッチしてのこかしを2回連続で行い、MVP をこかしてみせ、ロンナチャイを立ち上がらせて疲れさせる作戦。ロンナチャイの左肘をかわしての左ボディストレートを打った小笠原は、ロンナチャイの顔を見て笑みを浮かべる。2R、前に出るロンナチャイは左フックからの左肘。小笠原は左ローを蹴っていくが、ロンナチャイは思い切り左ストレートを打ってくる。左ミドルを蹴るロンナチャイを無視して左ローを蹴っていく小笠原は左ボディストレートもヒットさせる。ロンナチャイは明らかな肘狙い。小笠原はロンナチャイのミドルをキャッチすると蹴り足を持ったままの連打を見舞う。小笠原の左ストレートもヒットし、場内が沸く。3R、またも足払いで MVP を転倒させる小笠原。ロンナチャイは思い切り肘を振り切る。小笠原がジャブを突き、左ローのフェイントをすると足を上げるロンナチャイ。小笠原はワンツーから左ロー、右フックでロンナチャイを圧倒。ダウン寸前となるロンナチャイだが涼しい顔でステップを踏み、左ミドルを蹴る。さらに左ストレート、逆転を狙って肘を思い切り打つロンナチャイだが空振り。小笠原が優勢を持ったまま試合を終えた。勝利の雄たけびを上げる小笠原。判定はその通り、3対0で小笠原が勝利、ノックアウトどんどん大きくなって初のビッグマッチ、代々木までたどり着けてよかったです。これが引っ張るエースと